2022年4月、28年ぶり史上16人目となる完全試合を記録した佐々木朗希投手。この試合では、日本記録タイとなる19奪三振、日本新記録となる13者連続奪三振達成というとんでもない投球を披露し、日本中を驚愕させました。ですが、この完全試合を演出したのは佐々木投手だけの力ではありません。キャッチャーによる巧みなリードがあったからこそです。この試合でキャッチャーを務めていたのは、2022年にドラフト1位で入団した松川虎生選手。まだ18歳で高卒1年目のルーキーです。松川選手の大胆かつ繊細なリードが、この試合をアシストしたことは間違いありません。今回は、そんな松川選手が完全試合で仕掛けた配球について迫っていきます。分岐点、つい数ヶ月前まで高校生だった松川選手。そんな松川選手は、どんな考えで佐々木投手をリードしたのでしょうか。この試合で松川選手が勝負どころとして挙げたのが、4回にあった吉田正尚選手との対戦です。2アウトから迎えた吉田選手への打席で、松川選手は初球から2球連続でカーブのサイン。この配球に対し、あそこが本当に分岐点だった。正尚さんの予想したところじゃなかったと思うので、その後のフォークが生きたかなと。と振り返っています。この試合を通じて、初球でカーブを投げたのはこの打席のみ。完全に今日疲れた吉田選手は、ただ見送るしかありません。続く2球目もカーブ。ストレートを狙っていた吉田選手は大きな空振りで追い込まれます。そして、最後は149キロのフォークで空振り三振。吉田選手から三振を奪った佐々木投手は、プロ野球新記録となる10者連続奪三振を達成するのでした。吉田選手は試合後、この4回の打席について次のように言及しています。今日は完全にやられました。バットとの接点がなかった。ストレートも対策したけど、最後はフォークで手が出なかった。まっすぐを待つとフォークがストンと消える。2打席目はカーブが2球続いたんですけど、あそこが唯一のチャンスだったかなと思います。まっすぐとフォークは腕の振りでもわからなかったですし、なんせコントロールが良かったです。この試合、吉田選手は3打席連続三振を奪われ、佐々木投手のボールに全く手が出ませんでした。吉田正尚選手といえば、三振をしない男と言われ、三振数の少なさが異次元の天才打者。2021年シーズンは両リーグトップの三振率 5.5% をマークしています。2022年シーズンの三振数はこの試合までわずか1。その吉田選手相手に3打席連続三振に抑えたわけですから、佐々木投手のピッチングと松川選手のリードがいかに素晴らしかったかがわかります。佐々木投手は完全試合達成後のインタビューで、最後まで松川を信じて投げました。松川がいいリードしてくれたので、しっかり要求に応えながら投げることができたかと思います、と語っています。その言葉通り、試合ではほとんど首を振ることなく松川選手のミットをめがけて投げていた佐々木投手。またこの試合、松川選手はバットでも佐々木投手を援護しました。6回には2アウト満塁から宮城大弥投手の変化球を捉え、センターオーバー走者一掃のダメ押し3点タイムリーツーベース。なんとか打ててよかったです、と胸をなで下ろしました。巧みなリードとバッティングで、佐々木投手の完全試合をお膳立てした松川選手。そして異次元の投球を見せた佐々木投手。この2人は18歳と20歳という若さあふれるバッテリー。このコンビが数々の記録を塗り替えることに期待したいですね。高校時代の評価。高卒ルーキーながら正捕手で開幕スタメンを獲得した松川選手ですが、実は高校時代の守備は怪しいという評価でした。ロッテの榎木康弘スカウト部長は、キャッチングする動作を見せながら、ここまでこれができるとは思いませんでした。こちらもびっくりしています。と話しています。どちらかというと高校時代の松川選手は、バッティングで注目を集める選手でした。高校通算43本塁打を記録したパンチ力、遠投100メートル、二塁送球 1.8 秒台という肩とモーションが魅力の選手で、守備はまだまだという評価だったのです。そんな松川選手が高卒でスタメンマスクをかぶり、完全試合を演出するわけですから本当に驚きです。井口監督の起用にも驚かされます。また、松川選手は守備力だけでなく、コミュニケーション能力も高く評価されています。
ここまで石川歩夢投手や美馬学投手といったベテランピッチャーともバッテリーを組んでいますが、試合中に頻繁にコミュニケーションをとっている姿が見られます。普通であればベテランのピッチャーには遠慮してしまうこともありますが、松川選手は物おじせずに自分の意見をしっかりと言えるようです。このコミュニケーション能力があったからこそ、佐々木投手の持ち味を引き出すことができ、完全試合をアシストできたのだと思います。末恐ろしい18歳ですね。打撃面はまだまだ課題が多いですが、まだ高卒1年目のルーキーです。これからいくらでも期待できるので心配する必要はないでしょう。本当に18歳？松川選手はその落ち着きっぷりからたびたび本当に18歳といった声が上がっています。そんな松川選手がまたまた高卒ルーキーとは思えない落ち着きっぷりを見せました。2022年4月24日の佐々木投手が先発したオリックス戦、2回に佐々木投手が9番の安達良一選手に投じた3球目はわずかに外角へ外れたとみなされ、ボールの判定を受けます。佐々木投手はこの判定に納得いかなかったのか苦笑いを見せ、不満げな表情のままマウンドを降りて数歩前進します。すると球審を務めていた白井和之さんがマスクを外し、何やら言葉を発しながら怒った様子で佐々木投手に近づきます。どうやら佐々木投手の態度を咎めたようです。これを制止したのがキャッチャーを務めていた松川選手。すぐさま白井さんの間に入り、その場を収めました。その後ロッテの井口監督もベンチから出てきて、事態はどうにか収まりました。この松川選手の行動にはネット上でも、よく止めに入ったね、もうプロ10年以上の風格、一体人生何周目なのと驚きのコメントが続々と寄せられました。確かに高校を卒業したばかりの選手とは思えない立ち振る舞い、こういった落ち着きや動じないメンタルが松川選手の一番の強みなのでしょう。本当に松川選手には驚かされるばかりですね。いかがでしたか？高卒ルーキーのキャッチャーでは史上3人目の開幕スタメンを勝ち取り、佐々木朗希投手の完全試合を演出し、さらに名を挙げた松川虎選手。佐々木投手が化け物なことは疑いようもないですが、松川選手の配球が力になったことは間違いありません。今後もその落ち着きぶりと大胆なリードで佐々木投手をはじめとするロッテの投手陣を引っ張る存在になってほしいですね。これからどんな名キャッチャーに育つのでしょうか。黄金バッテリーのこれからの活躍に期待したいですね。